タイガース3、4ドジャース、12日、日本時間13日、コメリカパークドジャース大谷翔平投手、30、が、連敗ストップだ、を放った。1番 DH で先発出場、試合終盤に勝ち越しだを放った。3対3の9回西一三塁、サワンホルトンの内角高めのツーシームを捉え、中堅へエンタイトル二塁打を放ち、 金衡を破った。チームは全カードのフィリーズ戦で同一カード3連敗を喫するなど、今季2度目の4連敗。チームが苦境に立つ中での一打だった。第3打席までは、10勝を挙げているゴーワン・サワン・スクバルに苦しめられた。第1打席は2-2から高めの156キロのツーシームに反応したが、3ゴロ 第2打席は3回2死1塁から高めのスライダーを中飛。第3打席は5回2死で内角ツーシームを流し打ったが、左飛に終わった。第4打席は1点を追う8回1死。9円のブリスキーに対し、フルカウントまで持ち込んだが、最後は外角低めのボール球のチェンジアップに手を出し、空振り三振した。 だが西からスミス、フリーマンが連打で繋ぎ、T、ヘルナンデスが右前へ同点の適地打を運んだ。大谷は試合前時点で打率3割一部4輪、28本塁打、66打点、22盗塁。長打率と出塁率を合わせたオップスは1.026の成績。日本人初のメジャー通算200号にリーチをかけている。